今日から短期で来てもらうことになりました。どうぞ。第一印象は三島睦美です。よろしくお願いします。素朴だな。三島さんです。よろしくお願いします。それくらいだった。全部がガラッと変わったのはあの日。あれ、残業？すいません。夫は私に興味がないみたいで、帰るのが辛くて。すいません、こんな話引きますよね。大丈夫、続けて。なんでこうなったんだろうってずっと考えちゃって、私に魅力がないからなのかなとか思っちゃって。こんな可愛い子にこんな感じで言われたら、それはもうって感じで。彼女といるのが心地よくなっていっちゃって、罪悪感も次第に薄れていって。俺は今までなんで考えてこなかったんだろう。こんなことをしているのが自分だけじゃないかもって。おはよう。おはよう。あ、今日あれおろしたんだよ。この間香りと買いに行ったさ、ちょっと高い。香り？ああ、私いいや。今日急ぐから。ああ、そう。あれが香りかどうかはわからない。いや、香りのはずがない。でも行ってきます。行ってらっしゃい。嫌だな、不倫されたら。超うまい。ルックブックの最終確認しといて。はい。で、展示会の招待状出しといて。わかりました。サンプル検品しといて。はい、よろしく。失礼します。失礼します。検品です。大丈夫？
終わらせてそうよ。あ、お願いします。うん、こちら。復活したね。私いつ落ちた？私が変なアカウント見せちゃった時。それはそっちがそう見えてただけでしょ。よかった。本当？うん、本当。よかった。ずっと気にしてたのも。伊沢仕事戻ります。頑張ってください。はい。芋、辞任していない芋がいました。あれ以来三島さんとのやり取りが気晴らしになっている。それは確かだ。でも分かってる。秘密の共有に親近感を感じているだけ。二人を別れさせることに協力していただけませんか？セックスをすること、それが私の条件です。久しぶりのセックスに心が高ぶっただけ。非日常的な状況に少し刺激を感じているだけ。ただそれだけ。ただいま。お帰り。おお、めっちゃいい匂い。マチューに煮込む。お風呂入っちゃいた。そうするわ。うん。私は拓也との日常を守る。それ以外に望みは。どうしたの？この間の埋め合わせ。この間？ハートマークの日。するのが筋じゃない。もうやめない？は？排卵日とかこだわらない。なんか興奮しない。いや、子供より性欲が優先。香りはどうなの？とにかく今日はごめん。
なんすかそれ。前に仕事した人が送ってくれて、レストランのペア招待券だって。ペア、うん、ペアペアってことは1、2、完璧です。それはない。なぜなら私が空いてるから。私ちょっと貧しい後輩に恵んでくださいよ。いや、そんなに給料変わらないから。いや、全然違いますから。一緒ですけど。あんなせーので言いますか。いいですよ。せーの。うん、ごめん。あ、給料話 NG でした。いや、今日もともと拓也と外で食べようかって話してたから。拓也さんカード切られちゃしょうがないね。いや、ほらほら、全然ほら。諦めろ、早く仕事。仕事、はい、戻る。これ、カールさん、全然補充空いてる。わかった。拓也さん、そろそろ会いたいのは私だけでしょうか。昨日セックス拒んじゃったから、今日外食でもしない。どういう理屈。外食しながら不倫について話さない。遅れるわけがない。レストランのチケットもらった。あなたと行きたい。気でも狂ったのかと思われる。たまには外食でもしない。結局これが一番無難。あの頃みたいに。今日遅くなりそうだからご飯いいや。そうですか、了解。私もちょうど残業です。終わらせないと。うちの夫、今日遅くなるそうです。奇遇ですね。うちの妻もです。奇遇ついでに作戦会議でも。開催場所は？奇遇にもレストラン招待券があるんです。それは奇遇ですね。奇遇が続きますね。しかしレストランはやや人目につくかもしれませんね。
た旅行行きたい。次はどこ行く？行けないよ。なんで？お仕事お忙しい？そうじゃない。素敵なレストラン。皮肉ですか？どうでしょう。皮肉ですね。で、今日は作戦会議なんですよね。聞かせてください。今後あなたがどうするつもりか。今日で終わりにしたい。ごめん。なんで？お互い家庭があるだろ。そんなの最初からじゃん。どっかで終わらせないと。やだ。ごめん。夫がいるから。別れたら一緒にいられるの？そうじゃないよ。やっぱりこれは嫁さんが大事なんだ。ごめん。幸せだった。本当に。夢みたいだった。俺も楽しかったよ。それは嘘じゃない。最後にもう一回。それで思い出にする。証拠は押さえた。あとは二人を別れさせるだけです。そうですけど、そんな簡単に。あなたは夫を愛していますか？当たり前でしょ。だからこんな質問を変えますね。終わらないうちは私たちも終わっていないと思っていいですか？これで終わりだ。これで。続
続いていると思っていいですか？私には覚悟がある。あなたには負けない。私たち不倫してるんです